Where in Japan have you been? 今週は純ちゃんがレイセンの実家を訪れていましたが、シンガポールの住宅事情はかなりユニークだということなので、詳しく見ていきたいと思います。はい、Let's learn more about Singapore. この柏は中国の広州と、ガンバ大阪は韓国のチョンブクと対戦します。さあ、北澤さん。いよいよですけれども、なんといってもアジア最大の壁と言っていいでしょう、柏レイソルは中国の広州と戦うということになります。まあ、この広州はね、毎年こう注目されてますよね。何がっていうと、やっぱり世界の名所だったりとか、世界の名所で7人のすっぴん写真がこちら。今回はこの写真を持ちながら一丁したいなと思います。ぜひリオでも一番高いところに登ってください。はい、もうこの勢いでリオでも一番高いところを目指します。本当に見事な金メダル、おめでとうございました。ありがとうございました。復活です。ありがとうございます。本当、まあ、道のり険しかったと思うんですけれども、まあ、昨年のアジア大会優勝あたりからですね、いい形、いい自分のそのいいところが、返ってきたかなという感じ。でもまだまだこんなもんではないとは思いますし、海外の強豪もここで引き下がることないと思いますので、本当今日も、まあ、昨日の2人と一緒ですけど、スタートラインにしてもらってですね、次に向かっていってもらいたいなと思います。本来であれば昨日、まあ、当初の目標であったように2人で金メダルというところが、まあ、我々の中でも、もう最低の目標ではあったので、まあ、それはクリアできなかった、まあ、ある意味美里が流れを変えてくれたなということで、明日からの流れ本当に期待できるんじゃないかなというふうには思います。4年ぶりの世界選手権で中村美里復活の金メダルです。佐藤さん、はい、素晴らしかったです。本当に準決勝で見せたような逆転劇、本当に執念が見えた今回の優勝でした、ね、さあそして明日は女子57キロ級にオリンピック女王松本薫が登場、そして男子73キロ級には中谷、大野将平、新旧世界王者が顔を揃えます。明日はいかがでしょうか。はい、あの組み合わせがとても厳しいパートナーですが、そこをしっかり我慢して一つ一つ勝ち上がってきてほしいと思います、ね、日本柔道対世界はまだまだ続きます。明日もメダルラッシュに期待しましょう。大切な人のためにレイコップ。